高熊ダムは、鹿児島県鹿野市下高熊町伊西園、一級河川、肝付川、水系クシラ川に建設されたダムである。灌漑を目的に、農林水産省九州農政局が管理する農林水産省直轄ダムで、包み高47.0メートルの重力式、コンクリートダムであり、大隅半島では、最大規模のダムである。 長年不毛の大地であった笠野源大地への農業用水を供給する国営笠野原農業水理事業の根幹施設として建設された。ダムによってできた人造湖は旧国名である大隅国より大隅湖と呼ばれている。鹿屋や市街地の北東部に広がる笠野原は白須大地と呼ばれる保水力の小さい火山灰土壌の高台であり、 川は深い谷をうがっているため農業用水や生活用水を得ることが困難な土地であった。このため地域によっては80メートル以上の深さの井戸を掘り、牛の力を借りて水を得るありさまであった。このような状況を改善するために1947年頃からダム建設の検討が行われ、1959年に着工され、1967年3月に 完成した。ダムの建設に伴い、約200個の住民が移転を余儀なくされた。灌え面積は4807ヘクタールに及ぶ。ありがとうございます。